藤尾清は、日本のジャーナリスト、漫画原案者、映像作家。また影秀幸名義でも活動している。兵庫県神戸市出身。国立神戸大学附属住吉中学校、兵庫県立三陰高等学校、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。ソニー本社宣伝部、銀座ソニービル企画等活など3年半就業後、ノンフィクションライターとして、 活動を開始元はせだシナリオ技術、文章論、ジャーナリズム論講師。母方の王子に、石川淳吉、東大文学部哲学科で、西田哲学を治め卒業。内務省から企画に一部一課に起用され、実質上の対米英欄改選を完了として、指揮した一人がいる。代表作に、阪神淡路大震災を取材した、大震災名言録他に、 早稲田大学面白話などがある。大震災名言録中のエピソード、夜景ジャングルクルーズは、NHK 外国人向け日本語教材、朗読に収められている。中国語訳も出版された。映像作品に、隔離され、老齢化が進み、櫛の葉が抜けるように入所者が亡くなっていく、熊本本泉園の患者の目線から見た3月の桜、抽選直前の4月に、 沖縄に出撃していく戦艦山との乗組員の目線で見た江田島の桜、自陣する前の合図半百個体の少年剣士たちの目線から見た飯森さんの桜、死の直前の新戦組副長、肘方俊三が官軍に対する最後の抵抗の陣地、五稜郭から見た五月の函館の桜、などを日本列島を桜前線の北上に沿って撮影したものを集めた。 敗者の桜などがある。2014年12月8日、音楽版新字1作戦なる、作詞を、藤尾清で同一歌詞に、男女2曲を、男性ボーカル、女性ボーカルにて、同時配信。ブラッド男性版 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ。 v イコールムンカーフ xvk ブラッド女性版 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v イコールブシュナジに波形ありがとうございます